今日雨が降り肌寒さを感じる中、いつも通りに練習を始めた選手たち。今シーズンのロアッソは天皇杯で格上のチームを撃破してベスト4に進出した一方で、リーグ戦では J2 残留争いに加わるなど、終盤は低空飛行が続いています。あさって山口とのリーグ最終節を迎えるロアッソ熊本、キャプテン平川選手は、もうここまでなかなか勝利を届けられなかったんで、最終節いいサッカーをして絶対勝ちたいと思います。まず1年間本当に応援してくれてありがとうございますということが、まず一言目に言わなきゃいけないことだと思いますね。それから、最終戦ということでやっぱりホームだし、ぜひですね、笑って帰って、いつも言ってるんですね、笑って帰ってもらえるようなゲームしたいですね。